皆さんこんにちは、ケンです。本日は2023年6月に発売されるパナレーサーのアジリストデューロ TLR についてご紹介します。私はパナレーサーのアンバサダーを務めさせていただいているため先行で使わさせていただいております。こちらのチャンネルでは主にホビーライダー目線で情報を発信したいと思います。よろしくお願いします。で、今回のアジリストデューロ TLR なんですけども、クリンチャータイヤとして発売されている アジリストデューロ、こちらのチューブレスバージョンになります。TLR というのがチューブレス仕様ということになります。アジリストデューロ TLR は、アジリストデューロと同様にクリンチャータイヤとしての使用も可能なんですが、できましたらチューブレスで使用することを強くお勧めします。デューロのクリンチャーとこの TLR、チューブレスにつきましては、構造が全く違うため、比較対象とはなりません。 仮に比較するのであればノーマルアジリストこちらの TLR ですねノーマルアジリスト TLR と比べてアジリストデューロ TLR はプロタイトベルトというものが付いておりまして簡単に言いますと地面に接するところに対パンクベルトが付いていると思ってくださいこのプロタイトベルトが付いていることにより刺さり物などに強い仕様となっております 日頃、まあ、レースに出たりとかする方ですと、アジリストメインになってくると思うんですが、ロングライド、ブルベ、もしくはグラベルライド、荒れた路面を走らなきゃいけないっていう方ですと、デューロ TLR っていうのがおすすめになってくるかなと思います。設置面はパンクに強くできてるんですが、サイドについては、まあ、アジリストと同様レベルの強度だそうです。これをパナレーサーに質問したところ、サイドに対パンクベルト、 装着しないことによりタイヤのサイドがですねしなやかとなって乗り心地が良くなるということらしいですということでそこにつきましてはグラベルキングと差別化されておりますグラベルキングの方がオフロードにも強い仕様となっております以上がデューロの主な構造の話でしたでこちらのタイヤのサイズの種類についてですが 700×25 から32シート幅広くあります 今流行りのフックレスリムにも対応しております。フックレスリムにつきましては規格を満たしてないリムに装着すると暴発の危険がありますのでそちらについては注意していただきたいのとリムメーカーが記載している空気圧を遵守するようにお願いします相性問題っていうのを以前私の動画でもアップしてるんですがこちらのアジリストデューロですねどのリムで試したか チューブレス化しやすいかなどが記載されている表がですねホームページに記載がありますので購入前にこちらを参考にするといいかもしれません私が提供されたのが 700×30c こちらのチューブレス化についての感想そして6 0キロ程度グラベルライドをしてきましたそちらでの感想をお話ししたいと思いますチューブレス化についてはショート動画でアップしております ポイントとしてはフロアポンプでビードが一発で上がるっていうところですねグラベルキングシリーズだとタイヤブースターやエアコンプレッサーがないとなかなか正直ビードを上げるのが厳しいシチュエーションが多いですただこのアジリストシリーズのチューブレス仕様に関しましてはパナレーサーが培った技術を詰め込んだ製品となっております そのためフロアポンプでビードを上げることができる素材などを工夫して作られた渾身の製品となっておりますチューブレス作業が嫌だなっていう方でもアジリストのチューブレスは楽にビードが上げることができますので是非試してみてくださいシーラントについてはパナレーサーのシーラントを強く押してます パナレーサーのシーラントは速乾性が強く、悪く言うとすぐに乾いてしまうところがありますので、定期的に補充をしてください。今回ですね、舗装路でのね、走行実験っていうのは各アンバサダーの方々がやってくださると思ったので、私はもうがっつりグラベルで使用してきました。マウンテンバイクでしか行けないようなとこは行ってないんですが、 まあちょっと荒れた舗装路だったりとか、日頃走ってるグラベルを走ってきました。舗装路の走行が非常に楽しかったです。乗り心地も構造を説明した通り、しなやかな乗り心地となっております。振動吸収性も、まあ、そのサイドにベルトがないっていうことと、一番衝撃を受ける部分にはタイパンクベルトが入って硬いため、振動は体に来にくいんではないかなと思います。 グラベルでの走行上の注意なんですけども、まあ、こちらスリックタイヤになりますので砂とかの上だと滑りますしあとはその石がゴツゴツしているところだとサイドカットの危険っていうのは高いです。 舗装路を走っていく中で、まあ、少しだけグラベル走ろうかなとか、まあ、グラベルじゃなくてもノードを走らなきゃいけないなっていうシーンではとても安心のタイヤだと言えるんですけどもがっつりとしたグラベルライドにおいてはやはりグラベルキングの方がおすすめですね用途によってグラベルキングもしくはアジリストを選んでいただければいいのかなと思いますということで今回新しくラインナップに加わった アジリストデューロ TLR 一言で言うのであれば非常に万能なタイヤもうオールロード向けのタイヤかなと思いますグラベルキングより全然走り心地は軽いですしノイズも少なく早く走ることができそしてグラベルでもテクニックはいりますが走行することができるぜひ検討してみてください本日の動画は以上となりますご視聴ありがとうございました